こんにちは、花形ジョイです。高校2年生です。16歳です。今日はタスクタスクという舞台のセリフを言いたいと思います。それ私が稼いだお金、意味わかる？稼ぐって意味。私働いてんだよ。学校終わってから働いてんの。知ってた？知らないよね。そういえば私たちお互いのこと何にも聞いてない。ただ会って、あんた何にも聞かないし、私の名字も知らないじゃん。でも私の住んでるとこ見たでしょ。ああいうとこ住んで生きてくのがどんだけ大変か分かってる？生きてくだけのためにどんだけ働いてるか。私みたいな人種は目新しいんだ。私んちがロマンチック？道端から花が咲いて。あんた普通じゃない。ありがとうございます。どう？詩を書くことを少したまにしてるんですけど、その詩を今日は読みたいと思います。ここから逃げ出したい。今この瞬間にどこかへ行ってしまいたい。誰も私を知らないところで静かに、ただゆっくりと呼吸がしたい。夢が夢だと気づいたとき、自分を見失った不安に押しつぶされそうになったとき、誰にも苦しいよって言えなかった。でも生きたかった。生まれ変わるんじゃなくて、今の苦しみがきっといつか大切な一言を伝えられる力になると思うから。ありがとうございます。どう？絵本の朗読とかも大好きなので、いつかチャンスがあったら皆さんに聞いてほしいです。はい、ありがとうございました。